僕の思い出の一本は、一本って言われるともうすごい悲しいんですけど、どうしてもって言われたらまあローグ。5年ぐらいずっと遊んだから。5年間ずっとそのゲームばっかり遊んでて、24階とか25階にイエンダーのお守りっていうのがあるんですね。それを探すためにさなんかこう降りていく不思議のダンジョンシリーズの原型ですね。であれをずっとやってて、最後もひどいんです。ドットがいっぱいの中にこうコロンがあるのを一歩一歩歩きながら探さなきゃいけないんですけど、それを25階まで降りて達成するために5年かかったんですね。でこう語れるぐらい遊び尽くしたのっていうのはやっぱそのゲームが最初であり、それがルーツになっているので、どうしても僕がゲームらしいゲームを作ろうとするとすごく自由度があって、ちょっと深めな5年間遊べちゃうようなものを作りたがってしまいますね。世の中的プロデュース的に見るとちょっとどうかとも思うところもあるんですけど。